皆さんこんにちは、エランです。メガーの RS 新車点検とちょっとした不具合の対応のため、今回は台車でお借りしたルノートゥインゴの紹介をしたいと思います。で、今回のこのトゥインゴは、いわゆるマイナーチェンジ前の車両になります。ですので、マイナーチェンジ後の最新のトゥインゴとはいろいろ差異があると思いますが、トゥインゴというのはこういう車両だ、こういう車だというのを、雰囲気だけでもちょっと伝えできたらなと思って取り上げてみました。で、今光っていたのが、点灯確認ということでウィンカーですね。で、これがハザードランプで、スモールランプですね。で、フォグランプになります。で、これがヘッドランプですね。フォグとヘッドランプはハロゲンバルブのようですね。で、この辺はグレードによって変わってくると思いますが、できれば LED バルブにとっとと変えてしまいたいところですね。リア側の点灯確認ということで、このブレーキランプを点灯させています。これが左のウィンカーですね。で、右のウィンカーになります。で、今これハザードですね。フロントもそうですけれども、LED の光り方に慣れてしまった今となっては、いささか物足りなく感じますよね。これが今、スモールランプですね。ライセンスプレートのところが光っているのが分かると思います。で、これがバックフォグになりますね。以上、点灯確認でしたが、トーカレイは、ほぼほぼハロゲンバルブのようでしたね。では続いてエンジンルームを見ていきたいと思います。このトゥインゴは RR ですので、後ろのトランクスペースの下にエンジンルームが存在します。トランクにある分厚い静音静音を兼ねたマットを剥がすと、このようなプレートが出てくるので、このプレートを固定している各ボルトを外してプレートを剥がすことによってエンジンルームにアクセスすることができます。はい、見えました、エンジンルームです。このトゥインゴは3気筒のようですね。奥に電動ファンらしきものも見えます。ではエンジンをかけてみます。小気味良いメカニカルノイズがいいですね。3気筒エンジンなんですけれども、なかなか勇ましい吸気音がする、そういうエンジンですね。なかなか面白いと思います。小さいですけどキビキビとした走りを支える、よく回るいいエンジンだと思います。こうして改めて見ると、いや、よく詰め込んだなぁと感心するぐらいのこうみっちり感、そんな感じ、そんな印象を受けますね。本当よく詰め込みましたね、これ。では次にボンネットの中を見てみたいと思います。ボンネットを外すには少し手順を踏む必要がありまして、まずこのグリルの両端のカバーを外す必要があります。そんでもってこの鍵を解除した後、左右のボンネットロックをぐいっと引き上げると
ボネットが浮き上がります。で、これでボンネットが外れるのかと思いきや、外れないんですね、これが。おそらくボンネットがすっ飛んでいかないように、ベルトで固定されています。なので、ボンネットを外すには、このベルトをも外さないと、取り外すことができません。で、ボンネットの中は、これウォッシャータンクやリザーバータンク、エアコンの配管などが、見られますかね。では続いてトゥインゴの中を見ていきましょう。後ろのドアノブはユニークな位置にありますね。ドアがしっかり開いて、開口部がそれなりになるので、乗り降りがしづらいということはなさそうに見えます。シートは決して高級というわけではありませんが、だからといって決して安っぽいといった印象も受けません。しっかり押さえているところは押さえている、そういう印象を持ちました。またドアの内張りの印象も悪くなく、ドアハンドルにもきちんと加色が施されていて、決して安っぽい印象は受けませんでした。続いてフロントシート、運転席側になります。ステアリングの質は上々だと思うんですけれども、できれば運転席のシートのホールド性はもう少し高めてほしかったなというのが率直な印象です。結構体が揺すられて、割と疲れる、そんな感じでしたね。メーターは速度計のみで、回転計、いわゆるタコメーターはありません。ここが少し物足りなく感じました。まあ、これは人によると思いますけれども。で、この車最大の売りは RR カラフル小回りの良さということになります。このタイヤの切れ角に注目してください。めっちゃ切れてます。体感としてはどこまでも曲がっていく、そういう感じでしたね。ちょっと怖いぐらい曲がりました。とにかく街中ではこの小回りの良さと相まって、すごく運転しやすかったです。ということで、トゥインゴが得意とするであろう狭い峠道を走ってみました。ここは地元の十三峠というところになるんですけれども、坂道でも問題ないパワーとトルク、そして優れた回答性によって、まさに水を得た魚といった感じで、ゆきびゆきびと走ってくれました。よろしければ最後までご覧ください。こういうヘアピンの上りでも、ハンドルをグイッと切ればシュッと曲がって、グイグイ登ってくれました。またこういう狭い道でのすれ違いもあまり気を使わなかったです。やはり車体が小さいというのが大きいですね。カーブの連続するところはすごく楽しいですね。とにかくステアリングは切ったら切った分だけ曲がって、自分の思うままに車が走ってくれます。なんとかきちんとラインをトレースする、そういう楽しみを見出すことができると思います。ここスピード自体は30キロから40キロぐらいしか出てないんですけれども、そんな低速でも十分楽しい、そういう車だと思います。
次の世を越えた時も不快な感じはしませんね。きちんといなしてくれる、いい足じゃないですかね。足の硬さなんですけれども、ふわふわの一歩手前、決して硬くはないですけれども、しっかり踏ん張ってくれる。そして路面のギャップなどもしっかりいなしてくれる。誰もが受け入れることができる、そういう足回りセッティングじゃないかなと思います。いや、しかしこの13峠、久しぶりに走りましたけれども、相変わらず狭いです。そしてブラインドコーナーが多くて、まあまあ怖いです。これはもう車が大きいとか小さいとか関係なくて、走るのが怖いです。展望台に到着したところで、この動画は終了となります。今回も動画をご視聴いただきましてありがとうございました。